昨日は関東甲信地方の梅雨入りが発表され、中国地方の梅雨入りも近づいてきています。大雨の季節を前に、今年注目の防災グッズを気象予報士の塚原さんが取材しました。広島市安佐南区八木にあるホームセンターです。こちらでは防災グッズが入り口入ってすぐのところとレジの前、すべてのお客さんが目にする場所にずらっと並べられています。売り場に並ぶのは200アイテム。梅雨入りを前に買い求める人は先月に比べ 1.5 倍に増えたといいます。注目のアイテムについて聞きました。こちらのモバイルバッテリー、こういったものが非常に人気がございまして、コンパクトで普段使い、持ち歩くこともできるものもあります。災害時の連絡手段や情報源として欠かせないスマートフォンの充電は、いわば命綱。最近では持ち運びができる大容量の電源を購入する人も増えているといいます。今年ならではみたいなものってあったりしますか？例えばですね、こちらのモバイルバッテリーに興味をいただくお客様の中で、こういうランタンというのも今非常に人気がございます。こちらのランタンは明かりが灯るだけではなく、なんと USB の差し込み口があり、スマートフォンの充電もできます。もともとはレジャー向けに取り扱っていました。確かにアウトドア用品では有名なメーカーさんの商品ですよね。もともとはレジャー用品という形のランタンという形で、それを防災という面にこう置き換えてですね、お客様の方に情報を発信しております。ポイントは普段使いできること。今人気が高まっているキャンプグッズは防災にも転用できるということで、並ぶ商品の4分の1はレジャー用品となっています。例えばテントで使用されるエアーベッドは、分散避難のための車中泊用としてここ2年で人気が高まりました。また備蓄食も普段の食事に近いものや飲み慣れた味を手にする人が多いということです。使い慣れてないものっていうのは、備蓄されていても、なかなか、いざという時に使うことっていうのは難しいと思いますので、こういったものを防災に使えるんだなっていうのがご自分で気づかれるような商品展開を今後もしていきたいと思います。普段の暮らしに使いながら災害に備える、それが防災グッズがさらに広まる鍵となるのかもしれません。